チュえー、ちょっと今緊急で動画撮ってるんですけど、いよいよね、明日、俺が東京来て初のイベント、あの、蒲田で、うん、やります。はい。えー、ちょっとね、あのー、いろんな思いとか、明日ステージでも喋るんですけど、ちょっと長くなると思うんで、うん、だらだらっていうか、まあゆっくり喋っていこうかなと思うんで、ちょっと、アップ、ちょっと遅くなっちゃって、ちょっとイベント前、ちょっといろいろバタバタしてて、ちょっと今日申し訳ないんですけど、聞いてくださいよかったら。うん。いや、俺も、あのー、なんで東京来たかって、 って言うと、俺もずっと分かってて、うん、北海道に行っても売れないことも分かってたし、このままじゃダメだダメだってずっともがいてたわけよ。で、俺、あの、大まかに3人いるわけね。俺を焚きつけて、絶対東京に移動、あの、拠点を変えるきっかけになってくれてくれた人が、まあ、他にも、細かく言えばいるんだけど、大きく分けて3人なわけ俺のキーマンは。うん。で、まず1人目が、うん、俺の北海道の後輩なんだよね。うん。そいつは、 もう今天国にいるのか地獄にいるのか知らんけど、まあミュージックビデオもそいつのために書いた曲あって出してるから概要欄に貼っとくんだけど、うん。そいつが東京先に行ってモデルとかやって、当時テレビとかでめちゃくちゃ売れてたわけよ。うん。で、そいつからいきなり夜中電話来て、多分酔っ払ってたのかな。りょうたくんそんなんじゃダメっすよ、今のりょうたくんみたいな。何やってんすか昔の勢いどこ行ったんすかみたいな。うん。早く東京来てくださいよ、みたいな。天下取りますよ、みたいな。まあ言ってくれたやつがいて。あと、 二人いるんだけど。で、あとは次は DJ 社長だね。うん、DJ 社長に会うたびに、りょうた何してんのみたいな。うん、俺は、会ったの8年前とかかな ?7,8 年前大阪で会ったんだけど、俺はりょうたの真似して売れたのに、今のりょうた何してんのみたいな。俺らは福岡から東京来たのに、なんでりょうたは、北海道に閉じこもって、そんな人のいないとこにいて、何してんのみたいな。うん。それも言われて、焚き付けられて、早く東京来て、レベデン地球を、 にしてくれよレピゼンシーを煽ってくれよっていうずっと言われててもし亮太が先に東京行ってたら俺らは食われてたかもしんない何してんだずっと焚きつけてくれてでとりあえず俺がおごるから2人で飲もうっつってキャバクラご馳走してやるけんみたいになって俺より稼いでから次は亮太がおごってくれよって言ってたんだけど今考えたら今あいつ借金40億だっけそんぐらいなんかあんのかななんか見たんだけどあその借金したお金でおごってましたわって思ったり まあそう。で、メンバーも、早くりょうたくん東京来ないよって言ってくれたりあって、ずっと毎日もやもやしてたわけよ、俺、北海道で。うん。であともう一人は、あの、この前も出させてもらったんだけど、パンツあってんだけど、格闘技の、あの、宴のボスにもずっと言われてて、りょうたの今やってること逆だぞって、うん。グレイを見ろって。もう全部逆輸入で、北海道出身だけど、北海道いないだろって、東京世界で活躍して、 地元帰ったら北海道が盛り上がるし、活躍してたら勝手に北海道盛り上がるぞって。今、両手やってることは、まじ逆だぞって。うん。めちゃくちゃ、二人でご飯行ったり、ドライブ連れてってくれて、言ってくれたりして。その言葉もずっと刺さって、その三人の言葉がずっと、もや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 毎日。で、何のため生きてんだろうって思って。俺はもう、このチャンス逃したら、もう一生、もう人生僕に振るなっていうか、北海道行ったら、とりあえずそれなりにちやほやされるし、ね。 誰か彼がいるし、一生、なんとか飯を食ってくれるし、うん。なんとでもなるわけよ。生ぬるい環境だし。うん。だけど、アーティストでは絶対売れない。それは分かってた。うん。だからその言葉たちがね、ずっとね、まあまあ、今これで喋ってる以外にも、もっと言われ、もっと深く言ってくれてたんだけど、ずっと頭の中にあって、それでもう、俺はもういろんな人切ったよ、もう北海道の。めんどくさい。あのね、出る杭は打てれてるけど、出すぎたら打たれないって言葉あるんですけど、 田舎って違うから。もう出すぎれねえのよ。もうてっぺんが決まって箱の中だから。うん。ここがあるから。もう出すぎれないのよ。で、潰されて、妬み、ひがみで、どんな才能ある人でも絶対に売れない。うん。俺はそれが実感してる。うん。だからこれを超えるまで、マジで俺も大変だったけど、もう吹っ切れて、いろんなひね、人もいろんなしがらみとか俺はもう切ってきた。うん。売れるために。 で、今、東京で勝負。それがたまたま、鎌田っていうだけで、キャリーバック1個で東京来て、それがたまたま、鎌田っていうだけで、そして俺もこの前、鎌田た歩いてたら、テレビの方に取材してもらって、であの、特番で、ダイアンと見取り図が司会なのかな。で、お兄さんって、めっちゃいい人生ですね、みたいな感じで。で、北海道までついてきますって3回ぐらい来てくれて、密着でやってくれたんだけど、で、親に会いに行くっていう企画で、うん、サプライズで。で、結局、親が撮影 NG で、もう、 ダメでえみたいな俺からしたらもうなんかもう出たくないしあんた一人でやってくれみたいな LINE 入っててうんカットされたんだけど俺からしたらね中学校の時に勝手に離婚してねもうお前面倒見れないからどっか行けとか言ってそれで俺高校からねもう出てるのに中学校までしかいないし親らしいことしてくれた覚えないし俺はねうんなのに何を言ってんのかなと思ったしでもそういうことがあったりいなかったら俺も怖いまんないし そういうことも俺アーティスト活動だと思ってるし、うん。で、姉ちゃんにはさ、いつだか髪ピンクだから結婚式呼ばないって言われたり、どういうことみたいな、令和で。うん。してさ、俺、いとこもはとこも一人もいないのよ。姉ちゃんだけしかいないし、その姉ちゃんからあれだし、ね。だからずっと俺も孤独でずっと一人でね、叩かせたんだよ。うん。そういうのもいろいろなんだけど、ステージでも喋るし、明日。うん。いろんな思いが明日、ちょっとぶつけようと思うんだけど。だからこれ聞いて、ね、もし、 ちょっと今迷ってるって、もし本当に行ける、もし行けるか行けないか考えてて、る人はぜひほんと来てほしいし、俺のステージ見てほしい、俺の気持ち。俺やっぱ現場が命で、現場に立ち、現場が好きだね。だから俺の言葉を聞いてほしい。ちょっと今、急遽撮ってるから、ちょっとまとまんないんだけど。で、俺は、札幌ドームに4万人入れるために、まず東京に来たのよ。さあ、北海道行っても絶対構わないから。うん。そこで、親、姉ちゃん、地元の馬鹿にした奴ら、みんな招待してやるよ。そんなね、 地元の俺も人口1万とか2万人しかいない町から、ね、札幌ドーム4万人入れるやつなんて一生現れない、この先。うん。だから俺がやって、田舎の若者に夢を与える。うん。俺はただそれだけ、次の世代にバトンつなぐ。うん。俺も散々馬鹿にされてきたしさ。でも俺が、この先いろいろまだ失敗があるけど、失敗したって笑われるだけ。笑われることは慣れてるし、それよりも俺は後悔することの怖さを至るよりも痛感してる。うん。だから本当にね。 何も知らない町に来て蒲田今はみんな周りにみんながいて仲間がいて応援してくれる人がいてもう俺は今チームも組んで一人じゃない俺はずっと一人戦ってたでもう一人じゃないんだうんだから皆さんね明日ぜひね本当に俺のあれをステージを見に来てほしいし伝説,の、ね、伝説の始まり明日うん絶対に第一章いやーちょっとねでも正直 すごいよねって今思えばだって出演者も誰も決まってないのにいきなり箱に行っていつ開いてますかって4月2日開いてますってうんじゃあもう貸してくださいって借りたのようんそしてもうねやっちゃうんだからでそのなんでできたかっていう一番最初の出会いのね人もは明日ステージでちょっと言おうと思うし普段は可愛がってる先輩なんだけどちょ俺は一番今リスペクトしてる本当に感謝の気持ち明日同じステージ立つからその時話しますはい まあそんな感じちょっとダラダラっていうか長くなっちゃったんだけど長くなって申し訳ないんですけどもし来れる方本当に俺らの最初のステージ伝説の始まりなんで見に来てくださいお願いします